長滝機屋進む氏は日本の実業家、プログラマーである。2020年現在は京都府京都市在住。事業開始からわずか数年で20億円相当の資産があるという千葉県浦安市出身。小学2年生でパソコンに触れ、5年生の時にプログラミングに興味を持って教室に通い始める。あるコンテストのインタビューではマイクロソフトワードを用いて 便線を制作することから始めたという。小学6年生の時に学生向けプログラミング講座、ライフイズテックに参加し、これを契機にプログラミングに熱中する。学級委員だったこの年、クラスの席を決めるアプリケーションを開発した。このソフトにより技術コンテスト、アプリ講師園2013で応募533件からファイナリスト12件に選出された。 中学生時代には立命館大学が実施していた技術コンテストアイチャレ2016に高校生の部で出場する。この時期もライフイズテックでプログラミングの教育を受けていた。自閉症者向けアプリテックスピークではコンテスト協賛企業4社から特別賞を得た。学校法人門川土ンゴ学園が設置し沖縄県うるま市池島に本校がある。 私立通信制高等学校に2期生として入学。入学当初より、当校の広報誌に掲載されていた。2016年に、個人事業主として、システム開発事業を始める。以後、技術だけでなく、ビジネスサイドにも活動を広げ、総務省主催のビジネスコンテスト、企業加工支援に2016年と2017年の2年連続で出場した。この他にも、 各種のコンテストで入賞している。2018年6月、大阪市を拠点とするソフトウェア関連企業を設立。2020年11月、東京都を拠点とするネイルサロン事業を開始。2021年1月、マレーシアを拠点とするソフトウェア関連企業を設立。2021年9月、アラブ市長国連邦を拠点とするソフトウェア関連企業を設立。 abc 広田みのる。アプリ甲子園2013開催優勝は、高校1年生が作った、クイズゲーム。週刊アスキー。https コロンスラッシュスラッシュ e e k a s k i j p スラッシュ elem スラッシュ0002 00スラッシュ618スラッシュ2618452スラッシュ2021年6月27日閲覧。ab 人アプリ使ってもらい、人助けたい3つのコンテストで入賞した15歳のアプリエンジニア、市川読売浦安読売オンライン。2021年6月27日、閲覧。AB 笹の則。半径50センチの課題解決。小6新んの赤外アプリが示す新しい学び。2、3ページ。ダイヤモンドオンライン。 2021年6月26日閲覧。D. スクール、オンライン、小中学生、英語プログラミングオンラインコース。D. スクール、オンライン。2021年6月27日閲覧。星赤月オス。プログラミング教育の必要性と、効果、保護者はどう感じたか。CA Tech Kids 講演会リポート。 IT 2021年6月27日閲覧。中高生を対象としたアプリ開発コンテストアプリ甲子園2013決勝戦が9月29日に開催ニュースペーパーイコールゲーマー。 https://www.gamer.ne.jp スラッシュニューススラッシュ201309170028スラッシュ2021年6月27日閲覧。アイチャレ2016第6回立命館大学全国高校大学ソフトウェア創作コンテストマイナス最終選考会を開催立命館 大学2021年6月27日閲覧。2045年を探して、敗北を抱きしめて、人は、進化できるか。日本経済新聞。https www. 日経 .com アーティクル。約すむぞ 09248230x01c16a1mm8000? アンロックイコール12021年6月26日、閲覧。 ICT スタートアップ支援センター平成28年度企業加工支援情報通信研究機構2021年6月27日へ閲覧 ICT スタートアップ支援センター企業加工支援出場チーム一覧情報通信研究機構2021年6月27日へ閲覧麻装、まあ、ものづくりループ企業加工支援の挑戦権を手にした 中学生、新州未来、アプリコンテスト例。福野大輔の1日1層、クリエイトエブリ e デー。2021年6月26日、閲覧。企業加工支援北海道大会2017、ノーマップス。ノーマップス札幌クリエイティブコンベンション。2021年6月26日、閲覧。総務省北海道総合通信局。 企業加工支援北海道大会2017最優秀賞決定精神障害がある人向け就労支援アプリテックジョブが全国大会挑戦権を獲得マイナス総務省2021年6月26日閲覧2016.1223プレゼンテーション発表会結果新週未来 アプリコンテスト例2021年6月26日閲覧 ABCDIT コンサルタントゴールドシステム大阪市 GS2021 年6月27日閲覧ありがとうございます